んこんにちは、ラオです。そして柴田彩菜です。ということで、柴ちゃん企画の第2弾です。はい、今回は私も気になる柴ちゃんのポーチの中身紹介でございます。はい、あんまり見せたことない。あ、ないですか。インスタとかで紹介したりします？しないです。なんか需要がないかなとか。いや、ある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 ですかね。だって多分何使ってんのかとか絶対気になると思う。本当ですか？うん、ちょっと恥ずかしくて見つけたことないんですけど、今日は解禁します。この動画飲みます。よし、はい、では最初これなんですけど、いつも入れてない。とりあえず家で使うポーチの中身ってことで、はい、あ、こうやってやったらいいですか？こうやって YouTuber 的なね。はいはい、どうぞ。はい、フリコポンポンパウダーです。これ、あの前髪がなんか汗とかでベチョってなることありません？あります。なんかちょっとベタみたいな。その時になんかこれこうやってポン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 ってすると治るんです。え、すごい。そうなんです。治るんですか？治ります。改善とかではなく、ちゃんと治るって。ちゃんとふわっとした前髪に完璧に戻るんです。素晴らしい。ちょっとキシッとするけど、でも見た目は本当に分かんないです。素晴らしい。これアイドルさんとか買うべきなんじゃないのかな。絶対あった方がいいです。ちょっとなんかオイリーになっちゃった前髪とか、オイルつけすぎちゃったとかの時にこれめっちゃ重宝するんで、撮影で結構ウェッティにされたりとかの時はもうめっちゃポン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 って、ね、そのレベルのやつが治るってやばいですね。やばいです。治ります。撮影のはかなりやられるイメージ。でも私これ一回超やらかしたことあって、うん、飛行機で着陸15分ぐらい前になんか汗かいちゃったんですよ、帽子かぶってて、うん、直さなきゃって思ってこれこうやって開けてポンポンってしたつもりがなんか寝ぼけてて、こうやってここを、ここでこうやって開けちゃって、これをバンってかぶったんですよ、頭から。やばっ。で、着陸15分前でもうめっちゃ焦って、なんか離陸してちょっとだったらなんか片付けとかゆっくりできるけど、もうシートベルトしなきゃいけないし、え、どうしようって思って、もう頭真っ白だし、もうここも真っ白で、トートバッグの中も全部粉だらけになって爆笑しました。やばい、それは。でも自分に降りかかったおかげで飛行機汚れなかったです。ああ、なるほど、いい人の考え。なんでこれ気をつけてください。気をつけてください。はい、次、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーです。これプチプラなんですけど、めちゃくちゃプチプラ、めちゃくちゃプチプラで、でも使ってる人多いですよね。あ、使ってます。私も使います。これめっちゃいいですよね、うん、そう、ちょっとなんか軽く抑えるぐらいで、ツヤ肌が好きなんで、うん、なんかあんまり強く抑えちゃうとマット肌になりすぎちゃうんで、軽くなんかこの辺だけポン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 みたいな感じで使ってます、うん、確かに下手な出っ張こすよりも全然いいですよね。え、全然いい、うん、変な保存料とか多分入ってないし、ハイブランドって強くないですか、うん、強い。なんかそう、これ肌荒れしなくてよかったです。まあ人によると思うけど、はい、うん、おすすめです。次、バビーメロ。あー、バビーメロ。バレンタインボックスさん、ローズモーメント。じゃん、こんなん持ち歩かないですけど普段。いつもこれでアイシャドウのメイクしてます。これめっちゃ可愛いんですよ。可愛い。あ、これ知ってますもん。めっちゃ可愛くて、これ結構オレンジ系のメイクすることが多いんですけど、まあピンクメインなんですけど、ここの端っこのこの色がすっごい可愛くて、ブラウンオレンジみたいな。あ、閉じちゃった。これすごい可愛いです。可愛い。そう、おすすめ。全部おすすめしちゃった。と、次、あ、アイラインいこうかな。これめっちゃボールペンみたいなんですけど、クラランスの。初めて見た。これですね。いや、これ売ってなくて。売ってなさそう。もう売ってないんですよ。あ、もう売ってないんだ。これもう一個買おうと思ったらもう売ってなくて、このブラウンがめっちゃ可愛くて、これすごい描きやすいです。今日もアイラインこれです。すごい可愛い。これ結構そう、面白いですよね。なんかでも使わない青とか入ってます。あ、でも本当にちゃんとその色で出てくるってことなんだ。そうです。リップラインみたいなのもあって、これも結構使います。まあ目だけじゃなくてリップにも使える色があるということで重宝してます。すごい、なんか細いし、筆よりボールペンぐらいの太さなんで、こうやってやった時に持ちやすいし、ね、次、マスカラですね。ビセリセブラウニッシュマスカラ。このマスカラ何がいいって、なんかすっごいボリュームが出るし、あと色がすっごい可愛いんですよ。なんか私求めてる茶色、こんな感じのなんか明るいブラウンで。なんでいつも顔隠しちゃうんですか。あ、ちょっと顔隠して、こっち側にピンと合わないように。あ、そういうこと。恥ずかしいみたいな。そう、恥ずかしいみたいになってるから、どうしたのかなと。そうなんですよ、マスカラはブラウンしか塗らなくて、うん、似合う。黒は持ってなくて、アイラインも黒持ってないんですよ。これ安いし、い発色もいいし、あとここにボロボロ落ちてこないんですよ。あ、いいいい。で、お湯で落ちる。え、パンダ面とかならないんですか。あ、ならないです。あ、めっちゃいい。探しました、パンダ面にならないブラ。ビセのマスカラめちゃくちゃいいです。おすすめ。買います。はい、買ってください。信者みたいになってきて。
次はアディクションのアイシャドウ31番タイニーシェルですね。これすっごい可愛くて、なんかちょっとベージュっぽいんですけど、なんか発色するとちょっとオレンジっぽい感じになるんですよね。細かいラメで一年中使えるカラーですね。今してますか？今ちょっと抜けます。この真ん中の部分だけに立体感出させるために抜けます。これもうほんとここ目とか、可愛い、すごい使ってます。はい、次チークはイリアってところの、ちょっともうボロボロなんですけど、ごめんなさい。イリア、これハワイにお仕事で行った時にセフォラっていうお店があって、そこの中に入ってるブランドで買ったんですけど、オーガニックのブランドで、これ色がめっちゃ可愛いんですよ。オレンジピンクみたいな、可愛い、めちゃくちゃ可愛くて、これ濃くすると日焼けチークっぽくなるし、薄くするとなんか血色がじわってしてる感じの顔になれるんで、すごいいいです。可愛いです。はい、でもちょっと大きいから持ち歩けないんですよね。あー、確かに結構大きめですね。そうなんですよ、ブラシがいらないから。あ、そうなんですよ。でも私ズボラなんで、このままこうやって塗ることもあります。指でも塗る時もあるけど、こうやって塗る時もあります。眉毛はヘビーローテーション、これですね。で、これ結構良くて、このブラシがこんな感じで、この部分が固めのブラシで、あの眉尻とかすごく塗りやすくていいです。あとふんわり眉に仕上げやすいですね、これは。あと今持ってないんですけど、エクセルのアイブロウとかも結構使います。あ、私もエクセルめっちゃ使います。めっちゃいいですよね、エクセルの眉毛すごい使います。そして次、何やってないっけ、リップだ。最近これ超推してるリップがあるんですけど、これめっちゃ可愛いんですよ。ちょっと2色用意してきました。ライキーっていうブランドのリップなんですけど、いつもすごいお世話になってるヘアメイクのゆずこさんって方がいて、その方がプロデュースしたリップなんですけど、色めちゃくちゃ可愛いんですよ。これ色はオレンジ、今日は2色重ね塗りしてます。名前も可愛いんですよね。スムースフィットリップスティック、オールモースト、もうすぐとか、なんかあとちょっとって意味なんですけど、ちょっとマットなんですけど、ボタニカルオイルが配合されてて、マットだけどちょっと潤う。あ、いいですね。そうなんですよ、カサカサなんないやつ。そうなんです。で、もう秋にめちゃくちゃおすすめしたい色がこれ、パーフェクションブラウン系のリップなんですけど、多分動画で見るより実際見た方が結構ブラウン味が強いんですけど、今日は最初にさっきのオールモーストをベースに塗ってから、これを全体にちょっと重ね塗りをしてる感じです。かわいい、すっごいかわいいんですよこれ。秋におすすめの、しかもパッケージもかわいいんですよ。もうこればっかり使ってる、回し物みたいになっちゃう。おすすめです。かわいい。はい、はい、もうあとは櫛100均、こうやってやったほうがいいですか、これも。100均の櫛、わざわざピンだ。どこの100均かっていうと、セリアです。あ、セリアでした。はい、櫛100均で十分だと思う。十分ですね、私もそう思います。そうですよね、でもコンビニ派ですけど、ね、コンビニも全然ある。コンビニパッて買っちゃう、全然買っちゃいいですよ、細いし。あとはないな、もう。あ、ビューラー、うん、資生堂ですね。ビューラーの選びってすっごい大事だと思うんですけど、私まつげのメイク一番大事にしてるんですけど、目の形に合わせてちゃんとビューラーしないと、なんかうまくこう綺麗にカールしないんで、ビューラーは多分適当に買わない方がいいと思うんですけど、目の形に合わせて、そうです、そうです、合わせて買った方がいいと思います。そう思います。はい、こんなもんかな。はい、あ、でもたくさんちゃんと紹介してもらえた。ポーチは私の大好きなテイラーから発売してるポーチです。テイラーの飼ってるニャンコです。これかわいい、もうほんとテイラー好きなんですよ。なんでポーチもテイラーです。なんか愛が伝わりました今。本当ですか、うん、もうこれ見てテイラーです。かわいい。ということで、たくさん紹介していただきました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください、はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。言えた、言えました。買い放題、自分のお金じゃないからって。